こんにちは、じんぺいです。今回の動画も用語解説です。不妊治療の分野でよく聞くけどよくわからない用語を解説していきます。今回は AIH を解説します。AIH とは、Artificial Insemination with Husband's Semen の略です。ちょっと発音が怪しいので、音声読み上げソフトを使います。Artificial insemination with husband's semen。 一つずつの単語の意味は、 Artificial 人工的な、 Insemination 受精、 Husband 夫の、 Semen 精液となります。この Artificial insemination husband's の頭文字を取ったものが AIH です。日本語では人工授精と訳されます。それでは人工授精の概要から説明していきたいと思います。人工授精は、受精の場である卵管傍体部に受精に必要十分な精子を届けるため、子宮腔内に精子を注入する治療法です。卵管傍体部とはこのあたりのことです。では次に方法について説明します。こちらも日本生殖医学会のサイトからの引用になります。精液を直接注入すると、感染や精巣中に含まれるプロスタグランディンという物質により子宮が収縮して痛くなることがあるため、普通は精液を洗浄してプロスタグランディンなどを除去し、運動性の良い精子を選んで 0.2 から 0.5 ミリリットル程度を子宮に注入します、と書かれています。聞き慣れない言葉が出てきました。プロスタグランディンとは何でしょう。プロスタグランディンとはプロスタグランジンとも言いますが、子宮を収縮させるホルモンのことです。では次に、どんな人が治療の対象になるのか、適応者について説明いたします。これもまた、日本生殖医学会のサイトを参照しました。AIH の適応者は、精子濃度 1ml あたり1500万以下の房精子症の方、精子の運動率 40% 以下の精子無力症の方、さまざまな理由から性交障害の方、腱管粘液不適合、フーナーテスト不良の方になります。またまた聞き覚えのない言葉が出てきました。フーナーテストとは何でしょうか。これは性交後試験とも呼ばれるもので、排卵日付近で性交の翌日に女性の子宮頸管粘液を採取し、精子の状態を検査するものです。適用者へ戻ります。抗精子抗体保有症例。抗精子抗体とは、精子を外敵とみなし、精子の動きを妨げてしまう抗体のことです。男女とも抗精子抗体を持つ可能性はあり、不妊の原因になるそうです。そして最後に、原因不明不妊症例が適用となります。つまり、精子の数や質が悪い人、妊娠しづらい症状がある人たちが適用者となります。ここで僕ら夫婦の経験から言いますと、僕の精子は元気で、妻の方にも特に不妊の症状が見られなかったのですが、人工授精になりました。これは40歳を過ぎての妊活だったからだと思います。高齢で不妊治療のクリニックに行った場合は、原因不明不妊症例になるのかもしれません。お医者さんの判断には幅があるかもしれませんので、詳しくは医療機関に相談していただくのがいいと思います。また、日本生殖医会によれば、
調整後の総運動精子数が100万から500万が人工授精の限界とされており、それに満たない場合は顕微授精が進められています。それでは次に人工授精の時期について説明いたします。当然のことですが、AIH では受精のタイミングが排卵日と一緒になることが重要です。様々な方法で排卵とのタイミングを合わせます。日本産婦人科医会のサイトによれば、一般に尿中 LH サージが陽性の場合は翌日に、HCG 投与をした場合は36時間後頃に AIH を実施する。HCG 投与時の卵胞径は18から22ミリが適当であると書かれています。またまた専門用語が出てきました。まず、LH サージとは何でしょうか。LH サージとは、排卵を引き起こす LH ホルモン、黄体形成ホルモンが大量に分泌される現象のことです。そして、その LH サージを引き起こす HCG を注射することを HCG 投与と言います。それでは次に、排卵の時期の話に関連して、排卵誘発剤に関しての説明です。排卵誘発剤などを使わないで行う場合のほか、クロミフェンやオナドトロピンによる排卵誘発と併用する場合があります。原因不明不妊の妊娠率は、AIH のみに比べ、排卵誘発を併用した AIH の方が高く、クロミフェンやレトロゾールを使うことが勧められていますが、オナドトロピンを併用する場合は、多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群に対する注意が必要です。それでは次に気になる確率の話をいたします。人工授精による妊娠の確率は、厚生労働省などに正確なデータは出ていません。なぜなら、全国のクリニックの失敗した数がわからないからです。ただ、不妊治療を実施している医療機関のサイトを見ると、大抵は 5% から 10% と書かれています。これは決して高い確率ではないと思います。実際に僕ら夫婦が通っていたクリニックでは、診察した時点で過去1年間で成功例は1組だけでした。低い確率とはいえ、何度もチャンスがあればいつかは妊娠します。しかし実際には何度もチャンスがあるというわけではありません。次は回数などの注意点を説明いたします。日本生殖医学会のサイトによれば、AIH での妊娠率は試行回数6回程度で頭打ちとなりますので、それまでに妊娠に至らない場合は体外受精を考えた方が良いと思います。と書かれています。僕たちが不妊治療した時も、やはり先生から6回以上は意味がないので、6回でできなければ体外受精を考えた方が良いと言われました。僕たちは幸いにも6回目で妊娠したのですが、6回目の時には夫婦で体外受精に進むかどうかをかなり話し合いました。そして話し合っても結論が出ませんでした。結果が出てからもう一度話し合おうということになりました。結果妊娠したのですが、その時の話し合いの経験は、僕にとってあまり良いものではありません。これは前にもお話したことがありますが、体外受精となれば、金額が50万くらいかかり、当時は保険適用外だったこともありますし、体外受精を何回しなければならないのだろうという不安もありました。なので、この動画を見ていただいた皆さんには、ぜひ不妊治療に入る前に体外受精をやるか、やるなら何回やるかを決めておくことをお勧めします。治療に入ってしまうと、冷静な判断ができなくなると思っておいて間違いないと思います。僕ら夫婦も、話し合いで結論が出なかったのは、やはり治療に入ってしまって、冷静に判断できなかったんだと思います。以上が AIH 人工授精の用語解説です。
また不妊治療で難しい言葉が出てきたら用語解説の動画を上げようと思います。それではまた。